はい、おはようございます。はい、おはようございます。今日はですね、2017年の9月の30日です。9時27分です。よろしくお願いします。はい、ワードツー。いやー、疲れた。はい、みんなおはよマジで疲れた。よくあんな走れてたな。よくよく考えるとすげえな。はい、ワードツー。おはよう。おはよう。なんかドレさんが女連れ込んでるな。あ、ドレさんじゃねえや、便所さんか。いや、ドレさんと試合するんじゃないよ。ドレさんと試合する予定ではなかったよ。ドレさんがブッキングした試合だったんだけど、もう無理だったわ 無理だったわ、できるかできないかじゃなくて、できないわ、やらないわ、無理でした。残念ですが、非常に残念です。悔しい。いや、よくよく考えたら3分3ラウンドとかよくやったよな。3分3ラウンドよく戦えたわ、今考えると。びっくりするわ。びっくりする。3分3ラウンドきついよ。よくやったわ。よく戦えたわ。いや、あれはね、なんかフルマラソンをあの時間で走、なんつうの、フルマラソンを走れる人とかも化け物じゃん。それと同じようなレベルなんだと思うよ。戦うっていうだけで化け物なんだよ、もう。化け物と化け物が戦うんだよ、あれ。30分間拳をぶん回せるってめちゃくちゃだからね、本当に。30分間さ、なんつうの、ずーっと戦えるんだよ。
よくよく考えたらどんな体力だよって感じだよね。天才でしょ。すごいよね、すごいよな、天才だよな。手はね、オロチドッポの空手家の拳みたいになってるよ。アンパンマンみたいな、もう本当に空手家の拳みたいになってる。さつまい、独習使いかと思うもんね。試合やめますね。はい。試合できないですね。申し訳ない。いや、思ってたより体力が落ちてたね。思ってたより体力がダメだった。いやー、戦いたかったなー。残念です。期待してた人ごめんね、ごめんね、ごめんね。筋トレして鍛えたらいい体にね。そう、俺ね、多分ね、あの骨が太いからね、あのなんか昔のプロレスラーみたいな体になると思うよ。なんかかっこいい体にはならない。あの痩せてもね、骨が太いんですよ。そうだね、ギャラ300万に釣り上げよう。ギャラ300万に釣り上げよう。無理だわ、3万円じゃ無理です。ちょっとらしくなかったね、残念だから。しょうがない、仕事だから。しょうがないね、完璧。
いやもう300万でしょ、300万。だってもう戦えないんだもん、ベストコンディションで戦えないんだもん。俺が悪いの？違うでしょ、うん、無理ですよ。3万円でそんな1ヶ月間トレーニングして戦うなんて無理でしょ。こんなかそっちゃうし花火上がんねえんだから、無理だよ無理。やめるわ。やめだやめ。内容は7分間ジョギングしてダッシュ1本してシャドーボクシング2分間2ラウンドしかできなかった。それでゲロ吐きそうになったからやめた。まあ無理なもんは無理だ。企画ないよ、企画ないよ。だからミュウツーとキックボクシングやるみたいな話だった。企画内容はミュウツーとキックボクシングだった。いやそれがトレーニングできなかったトレーニングできないためやめました。おります。もう全身筋肉痛だよ。だジャブが打てないんだもん。3分間ジャブすら打てないんだもん。戦えるわけないでしょ。マジで吐き気を催すんだから。なんかずっと立ってるだけでもう立ちくらみ状態の、フラフラなの。やめよやめよ。うん、ねえ怪我するよ今度の。あ眠。準備運動で引退だよ。もう捨て頃2もないです。僕は捨て頃2も出ません。格闘技引退します。水がうめえ。そうだよ。マイウェイだよ、マイウェイ。ブレてないよ。
はい、こんばんは。サムネ変えた？マジで疲れたな。変えた。卑屈だからまた変える。卑屈？卑猥？卑猥？卑猥なの？ことにさ。胸元卑猥。おっぱいはデカさじゃないから形だから。これ何回言っても分かんないんだよね。おっぱいは大きさじゃないってバカどもに言ってるんだけどね、なかなか伝わんないんだよね。和道さんの一番好きな食べ物って何ですか？米。ライスです。ライス。米。はい、匠さん、お疲れ。サイコパス和道マネージャーっつって。お疲れっす。おかずは？おかずは何だろう？何でも好きだよ。あんま好き嫌いないな。何でも好き、本当に。
のんちゃんのご飯超美味しいよ。やっぱね、彼女が作ってくれるのは嬉しいっすよ。美味しいよ。今更やめられると思ってんの？いや、やめるよ。何でも食べますよ、僕は。虫以外は。タレでいいよ、全然。のんちゃん、鷹の餌ある？こんばんは。なんで喧嘩してんの？誰が？誰と誰が喧嘩？ああ、ありがとう。イケメンではないと思うけど。ちゃんまが俺のこと前田敦子に似てるって言ってた それ面白いね。うん。
それちょっと面白いね。前田敦子に似てる、だって似てるか？ねえ、全然似てないよね。あっちゃん治ったもん。そうなの？男版前田敦子って。うん、被害変えてきた。うん、タチヒコっていうかあれだ、あのなんだっけ、芸人の宮川大輔まんま前田敦子だよね。うん、なあ、顔がセンターに寄ってるのはセンターに寄ってるでしょ。それは別に認めるよ。ごめんごめん、あのさ、毎回言うんだけどさ、ヘッドホンつけてるからさ、喋りかけるときはさ聞こえないんだって。何、外人が多いよね。あ、外人で多いのかな。全体的に寄ってるよね、うん、いや自分でも寄ってるなとは思うから別にそこは否定しないんだけど、うん、まあ寄ってますけど何かって話だよ。何が悪いんだよって。そう？目が離れてる人はエキゾチックだよね。のんちゃんは離れてるんだよね。目離れてる人はなんかこうエロいよね。エロいっていうかミステリアスっていうか。でも芸能人ってより目か目離れてる人多いらしいよ。写真写りがいいんだって、その方が。で俺は聞いたよ。目が離れてるか寄ってる方が写真写りはいい。目線がずれるから。なんか魅力的に見れるんだって。うん。なんで連投してんのこの人は。さっきも聞いたよ。なんでコメント削るんだ。嵐でしょ、嵐。ワトさんイケメンって言ったワトさんイケメンって書いてコメント消すの。嵐だよ。
顔がタイプ。ああそうなんだ。芸能人でいうと誰が好きなの？俺芸能人に例えられないんだよねあんまり。芸能人にいないのかなこういう顔。なんで笑ったの？ちょっと待って待って待って、なんで笑ったの今？いやなんかいないなと思って。源頼朝とか言われるから、ね。いないよね芸能界にこういう顔。いやなんで笑ったの？心外なんだけど。なんで俺笑われたのに。しかも彼女に笑われるってどういうことだよ。親父がねなんかユダヤ人っぽい。そうそう歴史上の人物系の顔なんだよね俺。源頼朝とかさ、お前それ肖像画じゃねえかよっていう。男版浅井さんだね。うん、なんだこの新しいアンチは。うん、池田なんて読むのこれ。鉄葉。池田鉄葉。池田鉄葉ってなんだ。和道くんってそこ和道でいいでしょ。なんでくんなんだ。新しいよ。新しいアンチ来たな。知り合いだったっていう、うん、あれそこ開けたらガシャッって開けたら、うん、カーテンさんバーンバーン、うん、そこにいたら。うん、あゆきさんありがとう。わがありがとう。池田哲代。池田哲代。なんて読むんだこれ。池田哲代。こいつアンチだろ。こいつアンチだろ。完全に俺のことバカにしてるだろこいつ。全然かっこよくないじゃん。こいつ新手のアンチだろこの女。
殺すぞてめえ、うん、こいつアンチだろ。何が一番イケメンだよ。完全におちょくってるだろ俺のこと。殺すぞ。もうブロック対象だから。お前ロックオンな。イエローカード。イエローカードだよこいつ。完全にバカにされてるよ。顔かわいい系。最初見た時キスマイの北山くんに似てる。キスマイがわかんないな。キスマイって何？関ジャニの新しいやつみたいな。なんか好きな人は好きって顔じゃない。なんか一般大衆受けする顔じゃなくて、なんかすごくごく少数の人に受ける顔だと思ってる。うん、キスマイわかんない。そうかな、普通にかっこいいと思うんだけどな。うん、どうだろうね。自分の顔を客観的に見たことがないかんね。いや、ネカマでしょこいつは。ネカマだよ、ネカマ。完全におちょくってるもん。ミーコちゃんもサムネ変えたんだ。てか女性リスナーが減ったよな、ほんと最近。くだらねえアンチが増えて。
やっぱ荒れる枠って女性寄りつかなくなるんだね。平和なところがいいんだろうね、女の人は。平和枠に切り替えよ。くだらねえアンチはもう即風呂だよ。女性コメントが圧倒的に少なくなったもん、今思ったけど。やっぱね、女の人が集まる枠は、見え張りたいおっさんが集まるんだよ。で、花火を投げると。そういう構造が一番いい。それでいこう。女の前でカッコつける男の心理。フルーツ多めに入れてあげて。シャカちゃんメス、シャカはメス。こんばんは。横ちゃんこんばんは。なんか美人サムネの釣り野郎が流行ってんのかな。コメント消しても無駄だよ。コテハン検索したらブロック入れられるかんね。くだらないやつブロック入れるよ。ハニートラップとか俺引っかかんねえから。そもそも彼女いるし。ハニートラップやりたくて、どれの深夜食堂っていうガバガバな配信者いるからそっち行けよ。簡単に釣れるわ。
簡単に釣れるぞ。ちょっと統合失調症でなんか幻覚、妄想がひどいけど、どれを釣りに行く、どれを。ハニートラップに引っかかったこと一回もないから。ねえ、なんか女のスキャンダル俺一回もないよね。やめる。なんで、体力ないから。戦える状態じゃない。さっきトレーニングやったらずっと立ちくらみみたいになっちゃったずっと頭クラ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 するから、あ、無理だわこれと思って、俺今戦える状態じゃねえわと。いや違う、ジョギング7分ダッシュ1本、シャドーボクシング2分2ラウンドで吐き気を催したんだよ。しかもそのシャドーボクシングなんかまともにシャドーできてないからね。おお松田いらっしゃい、初見じゃねえだろ。あーこいつか、松田とさっきのがあれか、なんか顔の系統一緒だもんね。わかったわ、さっきの和道さんかっこいいって言ったのこの松田だ。いや、あの思ってたよりもひどかったのよ。自分の体力全く把握できてなかった。やめる。かっこいいって言ってない？だからさっきから俺釣りコメントがすごいんだよ、ハニートラップコメントが。和道さんかっこいいですって。違うんだよ、さっきで、ね、タイプは何々ですって、池田なんとかですって言ってたじゃん。気持ち悪いロン毛のおっさんの写真出てきたから、ね、私が好きなのは香川さんだよ。あ、そうなんだ、香川さんタイプなんだ。香川さんかっこいいよね。香川さんかっこいい。雰囲気いいよね。実際イケメンだと思うよ、香川さん。かっこいいよ、普通に。
香川さんは正統派だと思うのよ。学生時代とかモテたと思うよ。でもがっしりしてんのも似合わない。なんか太ってても許せるタイプじゃん。うん、いやイケメンだと思うよ。なんか常に彼女いそうな、モテてそうなイメージ。あれハーフなんだっけ、香川さんって。違うよ、日本人なんだっけ。うん、なんかハーフ説なかったっけ。ハーフって聞いたことあるけど、ハーフだかクォーターだか。うん、ゲルゲさん振られたんだよね。ああ、まあゲルゲは無理でしょう。まあ寄ってくるだろうね。いや配信者はモテるもん。だってこいつねえわっていうさ、よっさんでもすげえいい女とか野田ゾーリとかもモテるんだよ。だってさ、野田ゾーリを配信で見てるとかさ、よっさんを配信で見てるからさ、かっこいいってなってるだけで、アルバイト先にあんなおっさんいたら気持ち悪くて声かけないでしょ。野田ゾーリとかよっさんとか。だからそのなんつうの、閲覧補正っていうのかな、有名補正なんだよ。よっさんがバイト先にいたらかなり気持ち悪いと思うよ。ちょっと言い過ぎだから。ちょっとよっさんに怒られるかもしれない。まあ低燃費とか普通に可愛いでしょ。まあメンヘラばっかりだけど寄りついてくるの、うん。いや間違いないでしょ。野田総理とかよっさんとかさ、職場にいたら声かけないもんね絶対。いや当たってるよね。当たってるよね。低燃費そんなブス、うん、え、クソブスだった。言い過ぎだろ。クソブス会ったことあんの。あ、顔とかか。タクローだよ、うん、鶏ガラのクソブスだった。ん、うん、配信者には向いてるかもしらん。いや、よっさんはでもモテるよ。すごいモテるよ。マジでびっくりするぐらい可愛い女の子連れてるからね。マジかみたいな。びっくりするよ、ほんと。プライベートでよっさんと会って、なんかすっげえ可愛い子連れてて。なんか杖ついて歩いてたけど。なんかもう人形みたいなフリフリの、なんかゴスロリとは違うけど、なんかお姫様みたいな格好するようなのあんじゃん。で人形みたいな子連れて杖ついてビッコ引いて歩いてた。びっくりしたよ、なんだこれみたいな。うん、まあ、最近見てないんだ。なんか黒雪殺しかけちゃったんでしょ。なんかしばらく家開けてたら黒雪が血を吐いてたんだって。でまず最初にやったことが、あの病院に連れてくるじゃなくてツイッターにアップロードしたの。で病院の報告のツイッターね、黒雪ごめんみたいなツイート上げてんだけど、画像かなぜか病院のレシートの2万いくらかかりましたっていう。で金梅さんがクソディスってたよ。こじる気満々だなっつって、黒雪の命をネタにするなっつって。うん、これさすがにないわ。なんか肝炎かなんかで黒雪なんか血入っちゃったんだって。やばいね、え、やばいよね。完全家猫じゃないの黒雪って。もともと野生なの。外出したりして。ああ。
いや、ほ、いえ、あ、そうなんだ。いや、わかった。なんかあれでしょ、炎上したやつでしょ、動物虐待っつって。うん、あ、じゃあ酔っ払いなんだよ、よっさん。あのね、酒飲まなければめちゃめちゃいい人なんだけど、酒飲むとね、本当に人が変わるんだよな、あの人。いいですか。おお、何やいらっしゃい。黒い可愛いよな。なんかしょこたんの猫も死んじゃったよね。あ、そうなんだ。猫も美人とブスいるよね。俺猫って全部同じ顔だと思ってたけど、飼うとわかるよね。今日ダメだった。ね、顔全然違うよね、猫ってね。猫はな、なんかずるいよな、可愛いよな。俺猫になりたいもん。あんなに可愛がってもらえてさ、餌もらえるんだぜ。アイドルだよ。猫はずるいよ。うん、いや猫はずるいっしょ。オス猫の方がなんか懐くよね。ねえ、チャンピンがここで配信してたらしいよね。うん、チャンピンが家に来るって想定してなかったから。お腹すいたとか言って。自由だからな。ピザ頼もう。うん、なんか食べに行こうって。うん、ピザ頼もう。自由だからね、あいつ。うん、てかよく俺の家分かったよね。前来たの覚えてたのかな。リスナーが知ってたんじゃない。まあ検索したら出てくるかな。ピザ食べて帰っただけやった。何しに来たの？なんかパソコン直しに来たの？あ、そう、てか俺パソコン詳しくないけどね。うん、のんちゃんの方が詳しいよ。なんだっけ、アイなんとか。アイなんとか。アップルのパソコンがどうなったっつったの？壊れた。なんで俺アップルショップじゃねえから。
iMac? あ、MacBook Air が壊れた？知らねえわ。うん。Mac は無理だよ。な、壊れたってどういうこと？電源が入らないとか？なんだろうね、わかんない。壊れたの意味がわかんないよ。うん、俺は、まあまあ、おっさんだからな。2台壊れたの。レッツノート買わないとダメだ。金持ってるんだったらレッツノート買えばいいのに。言ってんだけどね。もうレッツノート一択だよって。なんかね、ゲーミングパソコンなの。でかいね、めちゃめちゃ重たいのであいつ配信やってんの。しかもガラガラ持ってんだよ。なんでその機材なんだっていう。もうレッツノートしかないって答え出てんのよ。配信会で。もう名だたる配信者全員レッツノートなの。もうないの、レッツノート以外。外配信に向いてるの。軽い、耐久性。まあ高いんだけどね。とにかくレッツノートなんだよ。レッツノートの中でどれにするかっていう議論なの。で、俺はエミさんが使ってるレッツノートからこれにしたの。だから、配信者で、そのパソコン、他の使う人も、やっぱレッツ行くもんね。うん。いや、俺持ってるわ、パソコン。若い男と、なんか話がガキっぽそうだから無理。あんま年下の男、いや、分かってないけど。つまんねえ男はつまんねえよ、ほんとに。つまんねえ男はつまんねえ。俺ね、若い女でもね、パッパラパーな女とね、話できないんだよね、なんか。超ウケるみたいなやついるじゃん。苦手。無理。話ができないね。和藤さん、彼女何人いるんですか？お前ブロックな。もう調子乗りすぎ。青の方が髪色似合う。青も何回かやったな。青って感じじゃないね。青もよくやったよ。うん。赤はあかん。そう。気に入ってるけど。ていうか放送プツプツしてる？超ウケる系が好きな男いるじゃん。いるだろう。あ、だから自由業だからじゃん。プツプツはしてねえか。シルバーもいいね。シルバーもいいね。フグちゃんは金髪するね。フグちゃんっていうか、ふわっちから消えたね。やっぱ生活保護ダメだったのかな。不正受給って追放されちゃったのかな。私、ビジュ系？ビジュ系好きだった時ある。俺別にビジュアル系意識してないけどね。ビジュアル系バンドあんま好きじゃない。フグちゃん生活保護受けてるって言ってたよ。いや、だからそういう、もう通報が多すぎてそうじゃないってなって。いや、フグちゃん生活保護だって俺本人から聞いてるもん。ああ、はいはいはい。松坂ね。
そう、あ、やめたんだ。セガ総合やめたってことにしてるだけでしょ。いや、やめたって言ってるだけだと思うよ。俺何系って和道系だよ。うん。便所さんの枠にいる女何なんですか。だからセフレでしょ。かきたれだよ、かきたれ。だから便所の女だよ。便所の女ってすごい。うん、いや便所の女でしょ。それ以上もそれ以下もないでしょ。便所の女だよ。安室奈美恵が引退するって、みんな。俺のリスナー増えるな。頑張んないと。肉便器とまで言ってねえだろ。あ、フグ船ってフグちゃん専門って意味だったんだ。あ、そういうことだったんだ。でもフグ船さん、俺の放送結構応援してくれて、結構アイテムくれてないっけ。昔から見てるでしょ、俺の放送。フグちゃんと絡む前から。あ、まあニコ生系ってことなんだろうね。もうなんかふわっち、ほんとニコ生みたいで、ほんと嫌になっちゃったよ。もうバンバンブロック入れてっかんね。バンバン入れてる、ブロック。もうニコ生リスナーと縁切りたくてこっち来たのに、今更になってきて荒らすとかもう最悪だよね、あいつら。ほんとマナーない。ニコ生リスナー大嫌いだよ俺、ほんとに。あ、結構前から見てたんだ、ありがとう。ほんとに嫌いだよ。あんだけニコ生ニコ生って言ってたくせにさ。もうふわ、古き良きふわっちもなくなったよね。もうニコ生だよこれ。全く見ないね。アカウント作ったけど見ないね。オワコンとかいうレベルじゃないよね、本当に。俺がやってた時ですらオワコンって言われてたのにさ、本当のオワコンだよ。あの、本当にオワコンになるとオワコンって言われなくなるね。マジで終わったコンテンツだと思うよ。ニコ生見ないもん。ニコ生見てる？みんな。面白い。ニコ生が終わったっつうか、もう、あの、正直配信者次第だよね。ニコ生そこに気づくのがもう遅すぎたんだよ。生主を大切にしなかったのが よくない。クソ。本当にクソ。マジで殿様経営だかんね。あんなにクソみたいな運営ひどすぎるよ、本当に。花火がね、あるとかないとかじゃないんだよね、そこは。あのね、本当に殿様営業なの。金払ってさ、放送やってんのに、バンに簡単にするかんね。何にも悪いことやってないのに、虚偽通報でバンとかにすんだよ。1500円返せよ、ボケ。うん。爪、深爪なんだよね、俺。すげえ深爪なんだよね。常に短くないと嫌なんだよね。みどりさんはまあ見る価値あるけど、みどりさん以外ある？ないよね。なんかもうひろゆきがいなくなったタイミングでダメだったんだよ。
ひろゆきさんだけじゃん頑張ってんの。生主食わせたいって言って。爪長い人嫌だよね、なんかね。みどりさんは面白いけど他のサイト行くべきだと思う。みどりさんこそ、まあ、みどりさんのこだわりあれアスペから来るこだわりなんだろうな、多分。アスペだよね。別にニコ生じゃない方が稼げるもん。もう秋だね。本当だね。秋ですな。みどりさんもったいねえよな。いやコメントだから、その別にその他のサイト行ったら他のサイト行ってできるんだけど、本人が縛ってるんでしょ。コメントないとできないって思い込んでるんだよ多分。スタイル変えればいいだけなのに柔軟性がないんだよみどりさんは。ねえ、あとわずかだね。1年経つの早いな本当に。人生ってあっという間だよ本当に。あっという間。いやそうだと思うよ。スタイル変えればいいだけなのにスタイル変えらんないんだよ。もう縛られてんだよね。もったいないよな。だってみどりさんより俺の方が稼いでるのって結構やばいと思うよ。ミスターニコ生なわけだから。みどりさん全然稼げる力あるし、すげえ面白いかんね、あの人。やっぱね、稼げないっていうのはダメだよ。稼ぐのって大切だかんね。なんかね、稼いだらつまらなくなるって勝手に思い込んでるだけだもん。稼いでるとチャンネル持ってたりすると過激なことやらなくなるじゃん。バンになるのが怖くなるから抑止力にもなるんだよ。それでいいのに。そう思わない？あれ面白かったね、防犯武装ね。アンチが優秀だからね。あれは本当笑うよね。水つけてもなってたもんね。あれは今見ても面白いで。引っ張れとか言って引っ張れってなんだよね。いや俺の方が上ですね。ああ、まあみどりさんを知らない人がいるんだもんな。俺結構それが問題だと思ってる。横山みどりってもうなんだろう、配信界で言ったら一番力持ってるって言っても過言ではない人なのに、みどりさんって誰ですかって言われちゃってんだもん。それ本気で言ってるでしょ、なおさん。いやー、みどりさん誰ですかって言われちゃうんだもんな。終わりだわ。可愛いよね、先発くん。終わり終わり。みどりさんを知らない人が出てきた、ついに。世代交代だね。あ、そう。先発くん可愛いよね。もう見れないけどね。佐野緑、長井を知らない人がいる。世代交代だな。長井先生なんかさ、何人に影響を与えたよ。だって柴田だって配信始めたのも長井先生からなんだよ。そう、 YouTuber とか配信とかネットの活動を始めたのが長井先生きっかけなんだよ。いやだってみどりさんの名前知らないんだもん。暗黒って言っても分かんないでしょ。
ちょっとね、千橋くんはその話はタブーでしょ。その話はタブーでしょ。あ、結構ガチだと思うよ、先発くんが喋れないのは。あの、発達障害特有の名詞してるからね。いや、あれは遅すぎる、いくらなんでも。あとね、発達障害のね、子供って可愛いんだよ、目がクリクリしてて。あ、多分発達障害だと思うよ。多分違うと思う。ちょっとやばいと思う。コミュニケーション不足とかじゃないね。明らかに、あの、まあ分かる人は分かるよ。お、坂が怖がんなくなった。あ、よかった、降りた。言語障害、まあ言語障害じゃないのって言うけど、言語障害って障害だからね。言語障害じゃないのって、言語障害って障害の中でもかなり重たいよ。言語操れないんだよ。言語障害じゃないのって、言語障害重いわ、働けねえわ。ちょっと遅すぎるよね。あの、アスペルガー症候群で遺伝するんだよ。ね、みどりさん明らかに発達障害だから、多分先発君遺伝でもらったね。あの、男の遺伝子なんだよ、アスペルガー症候群。あの、男の人がなりやすいの。女の人でアスペって少ないのね。みどりさんね、面白いんだけどね。
めんどくさいよね。みどりさん結構根に持つタイプだからね。マジ切れするでしょ。何回もやってる、何回事件が起こったか、結構マジで切れるからね。俺はまあ素顔何回か見てるけどもうね、あの出回ってる写真と顔が違いすぎて誰だか分かんなかったわ、正直。めちゃめちゃ老けてたなんか五社部事件の帰りに、それでも 2,3 年前でしょ、五社部事件の帰りになんか野田総理がいたのね。野田総理と佐田が後ろにいて、で俺は野田総理に挨拶しようと思って、お疲れ様ですって言ったら、野田総理の前にいるおっさんがお疲れやって俺に言ったので、誰こいつと思って、お前に言ってねえわと思って、うわ緑さんと思ってもう顔が全然違う、顔と前髪がもうおっさんなの、普通にお父さんなの、優しいお父さん。いや、わかんない。パンダさんいくつか。パンダさん会ったことない。みどりさん素顔めちゃめちゃ可愛いよ。めちゃめちゃいい。なんかもう子供みたいなクリクリした目なの、みどりさん。いやー、みどりさん面白いよなー。まあ、みどりさんはニコ生でやんないと、やっぱみどりさんっぽくないのかな。みどりさんはまあふわっちやんないだろうな。いやマロンちゃんか、どう、いやなんかもういろいろ笑わせてくれるからな、もう全部ネタだからね、配信者の鏡でしょ本当にいやもうなんかね、まあ恋愛はね自由だからね、どこの誰と付き合おうかね、うん、ね、でもどうなの、奥さんからしたらもう許せないでしょ。だからさ、もう出会い禁止とかさ、なんか乞食禁止とかさ、もうさ散々ルール作っておいてさ、俺らはさそのルールに振り回されてさ散々迷惑してんのよ。本人が全部破るんだもん。もうさあんなルールやめちまえよ、暗黒ルール全部守ってねえんだもん。ずっとロバってるし最近。どうなのあれ、配信者同士の恋愛ってうまくいった案件あるの。だからね、だからチャンマンとゲルゲが一番有名なんじゃないの。でも無理だと思うよ。だってさ、配信やるって自己顕示欲の塊なんだよ。もうチヤホヤされたいだけなんだよ。そんなさ、二人がさ、例えばもう過疎と、もう要はランクが一緒じゃないと付き合えないわけよ。それもあるわけ。男と女って。で、女の方がコミュ人数って多くなりがちなのね。だからまずその超大手と大手しかありえないんだよ。それか中堅中堅同士の付き合いでしょ。うまくいかないよ。
絶対無理。大体配信やってるってだけで気違いなんだから。配信者同士なんか絶対うまくいかないよ。絶対うまくいかない。いる？うまくいった試しないでしょ。だからリスナーと配信者が一番綺麗な関係だと思うよ。だってもともと好きなんだもん、リスナー側の人は。だからリスナーと配信者が付き合うのは全然俺はうまくいくと思ってるけど、無理だね。いやないよ。でも結構ひどいよ配信会、本当に。もうやりまんやりちんばっかりだから、もういろんなところで穴兄弟だからね。もうほんと言えないけどいろいろ知ってるけどもう全然言えないけど、まあパコりまくってますよ。すごいよ本当に。成獣だよ成獣。まあしょうがないか、出会いがないもんね。普通に笑ってるよね。でなんかさ、その笑ったらダメっていうかさ、それ本人がアスペだからあんまり笑わないだけでしょ。なんかそのルールに笑ったらダメがよくわかんないんだよな。笑うのは別にいいでしょ。なんなのその笑ったら負けみたいな暗黒ルール、全然意味がわかんないよな。あ、でもみどりさんの場合時間効率がいいのか、1日30分しか放送やらないもんな。そう考えると稼いでるわな。1日30分1時間しかやらないもんね放送。あとバイトでも何でもすればいいんだもんな。俺だけどさ、俺ねもうね働くの無理だよ、ここまで有名になったら。それはそれで悲しい悩みなの。もう働くの無理なんだよ俺。もう無理なの。有名になりすぎたのよ。だからその業界の仕事もらわないといけないわけじゃん、やってくにしても。もしくはリスナーさんとか理解のある人のところで働かないといけないから、ちょっとなーっていうのあるよな。バイトすらできねえよみたいな。普通のバイトできないもんね、絶対絶対通報入るもんね。顔割れてんだもん。社長になるとか、でも社長で稼ぐって大変だよ。社長で稼ぐのは配信で有名になるより大変だよ。だから潰し効かなくなってるもんな。いや起業は相当大変。いやマジでネットワークビジネスも始めようかな俺。ネズミ講やろうかな。大企業のネットワークビジネスやってみようかな。ニュースキンとかアムウェイとか。ニュースキンはあのスーツ着ろとかうるさいかんな、結構かっちりやるかんな。アムウェイだろうな、やるとしたら。ニュースキン家から近所だからいいんだけど、やりやすいんだけど。広告収入
何広告収入って何広告収入っていやーマジできついぞこれ。ああブログとかまとめサイトとか、まあそれはそれでね、サイト作る能力とかがないとダメだからな。一応ブログはあるんだけど1年間放置、ああもうすぐ更新しないとね、もったいないよな。ブログとかもちゃんとやんない。アフェとかだろうね。アフィね、アフィリエイトだからアフェじゃなくてアフィ。そうなるよな。なんかでも配信の他にキャッシュポイント持っとかないとなとは思って焦ってるけどね。何かしら稼ぐ方法を持っとかないと。知識、どうだろうね。オフ会で稼ぐとか、やっぱそうやってやっていくしかないよな。ステッカー売ったりとか、もう花火とかだってさ、もうさ1時間半喋ってこれだぜ。今日なんか1000円稼いでないんだよ俺、バーガー1個だよ。マジでやばいよ本当に。5円だよ5円。俺なんでこんなアイテムの上がんねえんだろう。だってさ200人近く見ててさ、アイテムこんな上がんないんだぜ。もうほんとに嫌になるぜ。ほんとに200人見ててこれだもんな。いや200人見てて食えないって結構だよ。だってトップレベルなんだよ閲覧。トップレベルで、閲覧がトップレベルで、もうほんと閲覧いらないっしょ。もう毎回思うもんな。閲覧あっても何の意味もないかんな、今の時代。そう思わない？はい、ただいま。閲覧あっても何の意味もないと思うんだけど。俺間違ってんのかな、考え方。
コバエ EXE みたいに名前つけて特別扱い。いや、いいわ。そういうのはいいよ。毎月40万か、経費考えるときついな。食振りない前提だけど、食振りないよ。ないよ、俺。アイテムだけだよ、俺は。いやー、やっぱ、厳しいよなー、ほんと。テルとか羨ましいもんな、ガンガン稼いで。閲覧多いわけじゃないじゃん、テルチャンピ。いやー、食えないときついぜ。本当に。でっけえスポンサーさん見つけよう。綺麗事じゃ飯食えねえかんな、本当に。でもいつかね、一発一撃100万とか経験してみてえな。慎吾さんとかそういうのあるじゃん、定期的に。今日花火対決やった。あ、そうなんだ。テルと絡めば、テルと絡めば、テルと絡んで花火が俺に上がると思えないかな。なんでこんな花火上がんなくなったんだろう。はい、わざつ。強制有料か。どうなんだろうな。いや、結局ね、リスナー教育できてなかったんだよね、結局。そういうことなんだと思うよ。沖縄の時はいくらだったかな。沖縄行ったのいくつだっけ。あ、体力がなかったっすね。沖縄何月行ったっけ。いや、マジでちょっと不安だよな。6、7月は良かったね。6、7、8は良かったね。9月がひどい。本当に。9月がひどい。まあ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 、いや、そう思ってる、本当に。いい関係築ける人しか、もうバンバンブロック入れてるもん。荒れないように荒れないようにやってる。捨て頃のすぐ後だから8月か。まあまあ、悪くないっすね、8月は。8月、そんなに悪くないかな。6、7、8月は良かったんだけど、9月はほんとひどい。もうだから、もうニコ生勢が入ってきた頃からボロボロですよ、ほんとに。なんかネガティブキャンペーン貼られたでしょ、全員に。やっぱね、ネガキャンは良くないよ、ほんと。営業妨害だよ。リスナーって結構影響されるから、配信者の発言に。だから絡みも考えるよね。もうコラボとかもやりたくないもん、あんまり。地道に、長井先生方式でやっていきたいね。もう自分の内輪だけでやっていくみたいな。どんどん嫌になっていく。影響されるよ、めちゃめちゃ。いや、されない人もいるけど、簡単に力のある人にバッて言われるだけ。逆に力のある人にバッて言われて、この人面白いよって言われるだけで急に面白い面白いとか言い出したり。そういう風になるよ。でもまあやっていくしかないからな。頑張ろう。それしか、だって配信しかねえもん、俺。まあだから貧乏生活ですよ。
頑張ります。参ったな。うん、流されやすい人は多いよ、結構多い。大人はそうでもないけど、なんかなんつうんだろう、多い多い全然。どれくらいきつい生活？いやマジでバイト始めないとやばいかもって思ってるぐらいだね。マジできついね、本当に。いや節約する今月から。もう自炊と自炊、外食もとりあえず控えないとね。切り詰めてきゃなんとかなるっしょ。だけどね、外配信も、そうだ、外配信の契約も切れるんだ。もう家配信のみだね今後は。プララの契約切れるから。あー、なんか有名らしいよね、ミカポさんっていう人。いや、生活保護はね、正直受けたくない。それはもう絶対受けないって決めてるから。本当に嫌なんだよ。もう戻りたくなくて腹くくって抜けたわけだから。どうやっても受けたくねえわ。戻りたくない、生活保護には。ピザはのんちゃん食べたよ。のんちゃんって何型？知らん。のんちゃん何型なの？血液型。A型なんだ。どこの枠でも支援率見た。花火投げてる人も10も満たない。10どころじゃねえや。花火投げてるやつ何人いんだよこの枠。1人か2人だろ。3人ぐらいか。いや、あのね、ただ単に飽きるんだよ。だからね、入れ替えていかないといけないんだよ。あのね、単純な問題としてずっと応援することって不可能なんだよ、気持ち的に。俺そうだと思うよ。飽きるもん。で、面白いと思ってる時だけ投げるのが普通なんだよ。で、閲覧あるってことは面白いと思ってんのに投げないんだよ。ここが俺の最大の悩みなんだよ。200人面白いと思って見てるのに投げないんだよ。もうなんか投げないのが正義みたいになってるでしょ、多分。だから負のスパイラルだよね。だから俺が全然面白くなくなっていくし、リスナーも面白くなくなるわけじゃん、それが。完全に悪循環だと思うよ。あ、そうなんだ。ね、まあまあ耐えるしかないな、もう本当に。踏ん張るしかねえわ。愚痴言ってもしょうがないもん。
もうここはもう耐えていくしかないんだよ。もうこの商売選んだんだもん。いつか花開くと思って頑張るしかない。そうそう、試行錯誤しかないんだよ。管巻いたっていいことないから。歯食いしばるわ、しばらく。またいい思いする時もあるだろうしね、長くやってたら。いや、正直言うと花火投げてって言ったら投げてくれるよ。俺が意地になってるだけなの。花火投げてって俺が言ったら投げるから、この人たちは。どうなんだろうね。いや、なんとなく見てるわけじゃない。うちのリスナー固定で200だから。うちのはもうヘビーリスナー、古いのよ。まあいいよ、頑張るから。別に俺が苦労すりゃいいだけでしょ。おはよう。アイテム投げないリスナーにいろいろ言いますか。アイテム投げないリスナーにはとやかく言わないね。文句を言うやつにとやかく言う。アイテム投げない人には別に何もないよ。何言っても投げねえんだから。でしょ。投げない人に何か言ってアイテム投げないもん。無駄じゃん。まあだから、こいつを有名にするんだっていうさ、もう気持ちいいリスナーさんを、もう見つけるしかないよね。こいつにアイテム爆投げして、こいつを、こいつの神回作るんだっていう大金持ち見つけるんだよ、俺は。投げたきゃ投げますよね。知らない。どうなんだろう。ニコ生の頃のキャラに戻ったよな。違うよ、ニコ生のリスナー嫌いだからイライラしてるだけなんで、引っ張られてんだよ。すげえ嫌いなんだよ俺。なんかもうブロック祭りですよ今月。多分ね、ふわっち始めて史上最多のブロックだよ。ガンガン入れてる。だからね、もう負のスパイラルなんだよね。もう元のふわっちの雰囲気に戻りたいもん俺。すげえ楽しかったから。もうなんかニコ生のノリ大っ嫌い、本当に大っ嫌い。もうバンバンブロック入れてるよ。で今月から解除しないから。毎月1回解除してたんだけど、もう完全に縁切る。もう俺は俺でやってく。だから、3500人キープしてるでしょ。とんでもないよ。600人ぐらい入れてるから、ブロック。フォローしてても関係ないよ。もうアンチコメントバンバン入れてるから。だから本当だったら4000人とかね、4200人ぐらいになってるんだよ、今頃。関係ねえ。ガンガン入れてる、俺。応援する気のねえやつ、もうバンバンブロック。アンチコメント減ってるでしょ。今月の後半あたりから20日ぐらいとか19、18、19ぐらいかな。
その辺からもうガンガン入れてるよ。興味ないもん。鬼の和道だよ。鬼和道。もうそのスタイルは崩さないね。応援する気のないやつは見なくていいっていう。私9月からリスナーデビューしたのでわからないですが、ニコ生ってアンチ系ですか？アンチ系ですね。おはようございます。狂ったようにブロック入れてくんだ。でもね、これはね、ゆっくりだけどね、効果は絶対あると思ってる。ブランディング戦略で。ゆっくりゆっくりだけど絶対効果ある。配信環境まあいいっすね。うん。もうしかもサイレントブロックだからね。サイレントブロック。リスナー入れ替わるもんなんですか？入れ替わんないね。ゆっくりゆっくり。入れ替わるのはね、多分ね、0.1% ぐらいかな。1% がじゅんぐりじゅんぐり入れ替わるだけで、結局なんだかんだ言って見てるよ。なんだかんだずーっと固定のメンバーが見てるって感じかな。1% ぐらいだよ、入れ替わんの。そんなに大きくメンバーって入れ替わんないよ。ヘビーリスナーはね、固定メンバーはね。
いや全然いいよ。だから今月の放送って結局の気分が乗らないから配信時間ね4分の3ぐらいに減った。230時間とかやってたのがもう今月多分170時間ぐらいかな、160時間とか。極端に減ったね配信時間。だそういえば最近やってないでしょ俺の枠。見ないでしょ今月。先月よりもだいぶ減ってるはずなんだよね。もう配信つけるのがもう嫌で嫌でしょうがない。乗るまで待つのに時間かかる。昔はもう朝起きたらすぐやってたんだけど全然やらないもんね。おはよう。一枠やったら1万ぐらい稼げてたんだけどな。マジで一枠でバーガー1個はもう致命的だよな本当。どうするこれ。どうしたもんかね。
バーが1個5円で、延長代にもう150円かけてるから赤字です。いや、バーが1個っていうか、もう今日6時間以上か、何時間やってんだろうな。7時間やって1000円になってないね。もうきついね、精神的に。いやー、きついよ。LINE ライブって何？閲覧数だけでお金稼げんの？時給100円どころじゃないでしょ。時給70円とか、そんなもんじゃ。近いから助けようか。何、アイテムくれんの？爆投げしてくれんの、TK。ねえ、近いからって。参ったね。お疲れっす。のんちゃん、タバコ一本ちょうだい。サンキュー。サンキュー。ありがとう。正式にやめたよ。正式にやめた。相手もありがとう。あざーす。トメさんに言わなくて大丈夫で、枠のタイトルに書いてあるから。
ミュウツーにはいたの。いや、絡みたくないもん。別にドレさんから仕事でもらったんだから、ドレさんに報告すればいいでしょ。いや、戦える状態じゃないね。戦える状態じゃない。でもね、だから3万円に見合わなかったっていうだけだよね。労働と3万円を取った時に3万円以上の損をするっていう選択をしたね。苦痛、精神的苦痛が半端じゃない。トレーニングしないといけないから、トレーニング代の時給も発生することに気がついて、無理だわ。戦えません、僕は。無理です。1日2時間トレーニングするから、日当6万かける30日だから180万かかるね。180万もらわないとこれプラマイにならないわっていうことに気づいて、じゃないとほら俺のファンが損するから、やっぱり最高のパフォーマンス見たいから、うちのリスナー欲張りだから。そう、こんなの和道じゃないってなっちゃうから。英断だね、英断、苦渋の決断。いや、申し訳ないね、ほんとね。まあそういうことなんで、おはよう。のんちゃんビスコ食べる？あれいねえか。のんちゃん敵っていうか、のんちゃん飼ってるっすね。よくよく考えじゃ。
すごいよね。のんちゃん強すぎだよね。のんちゃん今手術のあんだけ殴って手痛いって言わなかったの、手術の痛みでうずくまってるからね。のんちゃんやられてる今。今月いくら稼いだのか見てみよう。うーわー59位引く、やば、終わったな本当。ドレさん稼ぐな。15位、テル7位か。まあ100万超えだね。いやいや全然、だから40万も取れるわけねえじゃん、この数字が金額じゃねえから。全然ちげえわ。この数字金額じゃないから。全然っすよ、全然っすよ。よっしゃよっしゃ、賭けに出ようか。次枠いきます。賭けに出ようか、賭けに出ようか。デイリーランキング1位取ったら何でもリスナーの言うこと聞く枠やります。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよ。